はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、阿部巨人、阿部監督が開幕前に練っていた構想と現在を比べまして、まあどれだけまあ有言実行と言いますか、どれだけね、その通りにやれてるのかっていうところをちょっとねお話していきたいなというふうに思ってます。はい、まず前提なんですけども、今こういうふうにお話をしましたが、やはりね、チームというのは生き物というか、いろんな事態がありますから、まあその通りにならないことがね、往々にしてあると思うんですけども、まあそれを踏まえた上で今日ね、5つの項目を現状とね照らし合わせながら見ていきたいなというふうに思ってます。まず最初にその5つのトピックをね、紹介させていただきます。はい、まず一つ目は、新人の西舘投手を、まあ、中継ぎで起用するというところ。で、二つ目は、坂本選手を3番で起用するよと言ってたところ。で、三つ目は、自己犠牲を大切にしますよって言ったところ。で、四つ目は、まあ、坂本選手をサード、岡本選手をファースト、ショートに門脇選手、レギュラーを確約すると言っていたところ。で、5つ目が、まあ、先発というかね、まあ、2軍で、まあ、結果を出しても、まあ、すぐに登板させないよ、であったりとか、まあ、初めは中継ぎで入って、そこからいい成績が出たら、先発に回すよ、という、この5つをね、ちょっと今からデータも踏まえながら、見ていきたいな、というふうに思っております。じゃあ、まず最初に、西舘投手、をね、7回、まあ、中継ぎで使うといったね、ところについてお話していきたいと思います。はい、僕ももともとですね、西舘投手、見た時からですね、まあ、おそらく、セットアッパーというか、中継ぎでやった方がいいだろうというふうに思ってました。その理由はですね、まあ、大学時代の動画を見たんですけども、やはり出力が高かったっていう、ところとですね、まあ、クイック投法で、投げていたっていうところもありましたんで、非常にそういったところで、まあ、緩急を使いながら長いイニングを投げるというよりかは、どちらかというと、短いイニングを強いボール、キレのあるね、変化球で、打ち取っていくタイプじゃないかなというふうに思ってたんで、中継ぎの方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってました。実際、開幕前はですね、巨人の先発陣はちょっと不安定というか、まあ、どうなるのみたいなところはあったんですけども、そこはね、阿部監督がまあ7回、に指名したいというふうなことを言ってからですね、まあずっとね、中継ぎでやれてるっていうところは非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、今、西舘投手の現状の成績を確認してみますとですね、25試合、投げておりまして、防御率が 3.63。で、勝利が1勝2敗というふうになってまして、18ホールド。で、ですね、失点が10、自責点が9、で、ウィップに関しては 1.12 という風になっております。でですね、月別の成績を見てもですね、3月はまあ少ない数なんでね、0.00。で、4月に少しね、防御率が上がって 5.00。10登板しまして 5.00。で、8ホールドしてますね。立派だと思いますよね。うん。で、ウィップが 1.22。で、5月も 0.00。で、8試合投げておって、5ホールド。うん。で、ビップリマッチは 0.68 で、この5月が非常に良かったですと。で、6月、今月なんですけども、少しね、防御率が上がってしまってね、8.31 というふうになってます。5試合投げてね。で、3ホールド。で、まあ、自責点4、ビップが 2.08 というふうになってます。はい。まあ、この数字を見るとですね、少し、まあ、4月のあたりはですね、2戦連続敗戦投手になったのかな。そういったところありまして、少し僕もね、左打者に投げるボールがなかなかないんじゃないかっていうお話もさせてもらいました。で、まあ、6月、まあ、5月はすごく良かったんだけど、まあ、6月ね、まあ、少し暑くなってきたりとか、まあ、初めてのシーズンなんで、いろいろ疲労があると思いますと。で、そこで少しね、まあ、パリーグの交流戦もあって、そこで点を取られてしまいましたけども、僕は総じて言うと、すごくよくやってくれてるなっていう風な感じはしてますと。で、今ね、非常にまあ、中川さんであったりとか、大勢投手が抜けてるんですけども、離脱もせずにね、まあ、体は強そうですので、そういったところも自分の武器にしながら、今後もね、中継ぎとしてやっていってもらいたいなっていう気持ちは僕の中であります。
じゃあ、トピックの二つ目、坂本選手をはじめ3番で使うと言ってたことについて、まあ、現状も照らしながら見ていきたいと思います。はい、開幕当初ですね、3番坂本、4番岡本、ここを変えるつもりはないというようなね、旨の、ことを言ってました。安倍監督がね。で、まあ、非常に、まあ、坂本選手ね、まあ、もともと2番に入ったりとか3番に入ったりすることが多いバッターではあったと思いますと。ただ、開幕してからですね、なかなか岡本選手が、まあ、打つんだけども、その後が続かないっていうところがあったんで、じゃあ坂本選手を3番に使ってたけども、じゃあ5番で起用するのはどうだというところで、まあね、5番で起用することが非常に多かった、多くなったんですけども、やはり、坂本選手もね、自身の言葉でね、言ってらっしゃいましたけども、なかなかこう、岡本選手の次を打つっていうのは、すごく難しい、配球を読んだりするのもすごく難しいし、まあマークが厳しかったりするんで、まあ、得点圏でね、打席を迎えることが多いんだけども、なかなかね、自身の打撃の調子というところと、なかなかこう、合わなくてね、不振に陥ってしまったというところでございます。で、初めはまあ3番というふうに言ってたんですけども、今現状ではですね、まあ、数年前だったらありえないかなっていうふうに思うんですけども、2軍にね、降格してしまったっていう現状がありますと。で、成績見てますとですね、61試合、打率が2割3分4厘。で、ホームランが4本。で、18打点。で、出塁率が2割7分8厘。OPS が590というふうになってます。まあ、この数字っていうのはね、なかなかこう、坂本選手からしたら、まあ、ありえないというか、なかなかこう、しんどい成績になってると思いますと。で、ここ最近の、試合を見ててもですね、やはりこう、体を煽ったりですとか、タイミングが合わずにすり足にしたりとか、バットを変えたりとか、いろんな工夫をされてるんですけども、なかなか、糸口が見えないっていうところになってますと。で、そこで、まあ本人と話し合ってですね、安倍監督が、うん。二軍で、まあ、放牧というかね、まあ、10日間、最短の10日間で帰ってきてくれたら嬉しいというふうなことは言ってましたけども、まあ、実際、まあ、どうなるかわからないですし、状態が上がらないとですね、上がってもまた、活躍できないというところになりますから、非常にね、放牧とは言うんですけども、結構ね、坂本選手からしたら、そんな悠長に言ってられないという気持ちはあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、月間打率、月間成績を見てもですね、まあ3月が1割8分2厘、で、4月が2割2分4厘、で、5月にちょっとね、上がってきて2割8分6厘で、あ、坂本こっから夏に向けてね、上がってくるかなっていうふうに思ったところ、まあ6月ね、今までの月別で見ると一番低い1割5分9厘というふうになってて、なかなかね、本当に OPS とか見ても、今月で言ったら441というところで、なかなかね、これじゃあ、まあ、クリーンアップは打てないっていうところもありますし、まあ7番に入ってね、札幌かな、日本ハムの時にホームラン打ったりしましたけども、なかなかね、この成績じゃちょっと坂本使えないなっていうところ。で、今現状では、まあ岡本選手がサードに入って、ファーストに大城さんが入ったりとかしながらね、カバーをしてるという現状になるので、今、まあ見るとですね、3番、構想というところから、今現状ね、打撃の状態が上がらないために、二軍降格というところで、なかなかこう、チームとしての歯車というかね、大黒柱というか、そういった選手がなかなか活躍できてない現状にあるんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい。で、次三つ目ですね、自己犠牲というところを見ていきたいと思います。はい。まあ、シーズンと、初めからですね、入る前からですね、まあ、打つチームでは、優勝できないと。去年あれだけ打率もホームランも、まあ、1位だったのに、結局、A クラスにならなかったっていう現状があって、やはり安倍監督、まあ、ヘッドコーチ次第の時にですね、その野球じゃなかなか勝てないっていう風なところは身に染みて感じたんじゃないかなっていう風に思います。で、自身がですね、監督になられて、まあ、改革というかですね、やはりピッチャーの整備をしないといけないというところで、特に中継ぎ陣のね、整備をされました。で、現状で言うと、ものすごく、頑張ってると思います。去年から言うとですね、真逆のチームになってるんじゃないかなっていうふうに僕の中では感じております。で、まあ、自己犠牲というところに関しても、ま、いろいろあると思います。バントにしてもですね、まあ、エンドランにしても、まあ、右打ちにしても、いろいろあると思いますし、
もっと細かいところを言えば、自分が打ちたいカウントで少しね、球を投げさすためにわざと見逃したりとか、そういったところも細かいところで言うと、あるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、まあよく、まあ批判があったりとかしましたけども、バントがね、非常に多いと。バントが多いくせに、なかなかバントが決まらないというね、まあネット上での声とかね、いろいろありました。で、長嶋監督とかね、王監督、原監督が、まあ苦言を呈したこともありました。で、まあブリブリ打線とか言って、まあ振っていくというところをやって、まあ18点取った時もありましたけども、まあ現状ね、また点が取れなくなってきてる。まあ一番しんどい時よりはマシですけども、まあ、それでもまあ他のチームと比べたらなかなか取れてないっていうのがあるんで、やはりまあピッチャーとかにね、頼る野球にはなってくると思うんですけども、やはり、夏でね、体力落ちてきますし、まあ中川さんでやったりとか大勢投手もね、もうすぐ帰ってくるっていう風な形ではあると思うんですけども、まだ帰ってきてないっていうのが現状ですし、そこでね、まあ、いつまで自己犠牲というかね、まあ、どこまでこの野球が通じるか、うん、っていうのは、ちょっと僕には、まだ予想できないんですけども、非常に、まあ、現状で言うと、打ててないんですけども、なかなかこう、順位としてはね、非常に、いい位置にいるというところがあって、まあ、それは間違いなくピッチャー陣の、力じゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。で、四つ目のですね、まあ、坂本サード、岡本ファースト、門脇ショート、確約というところについてお話していきたいと思います。まあ、シーズン当初はですね、坂本選手、岡本選手、門脇選手すべてね、レギュラーとして出てましたけども、やはり、まずはね、門脇選手の不振というところに始まりまして、で、坂本をショートに回すのか、またね、そんなことをするのかっていうお話もあったんですけども、そこで井口選手がね、スポッとハマった形になってると。で、まあ、井口選手ね、打率とか見ててもそこまで高くはないんだけども、堅実な守備とですね、非常に、まあ、率には残らないようなね、ところの貢献、右打ちであったりとか、球を投げさせたりとか、意外と、ツーストライク後のアプローチが良かったりとかっていうところがあるんで、まあ、本来は、門脇選手がね、本調子になって活躍してくれるっていうのがもちろん一番いい形ではあると思うんですけども、まあ、ここも健全策というか、ベターな選択というかね、やはり、まあ、社会人というところから取ってきて、まあ、即戦力というところで、まあ、非常に、大舞台での経験もあるというところで、非常に、まあ、門脇選手が、去年ね、すごくいい活躍をしてたんですけども、その感じでね、右肩上がりで上がってってくれるというふうに思ってたところ、なかなか厳しいというところで、じゃあどうするって言ったところに、井口選手が入ったっていうところで、まあ、もともとドラフトで入った時は、門脇がレギュラーでっていうふうに言われてるのに、井口かわいそうだなっていう意見もあったと思うんですけども、そこを跳ねのけてね、今現状、すごくいい形でね、貢献してるんじゃないかなっていうふうに思います。で、先ほど言いましたように、サードの岡本選手、坂本選手ね、まあ、不振で、岡本選手をサードにして、大城選手を、ファーストに出てという、ね、形で今やってますと。で、昨日の試合もですね、大城選手を5番にしてですね、まあ、パワーフォルムというか、得点を取りに行くようなフォルムでね、まあ実際、まあ昨日も勝ったっていうのがあるんで、まあそういったところで、まあ守備力を考えたらですね、岡本選手が、ファーストで、坂本選手がサードに入った方がもちろんいいとは思うんですけども、坂本選手がこれだけ打てないというふうな形になると、まあこういう選択もあるのかなというふうに思ってて、やはり、なかなかこう、開幕前にね、構想として立ててるものっていうのは、なかなかうまくいかないんだなって、そんだけ、百戦錬磨のね、人でも、未来のことって予想をなかなかするのは難しいんだなっていうふうなことはね、非常に思います。で、最後ですね、先発は、まあいろいろ、中継ぎとかやってから、まあ、一軍で投げさすというところなんですけども、これ僕結構良かったなというふうに思ってて、まあ実際、メンデスであったりとかグリフィンが故障してですね、ああ、どうするどうするっていうふうな形になってたと思うんですけど、そこでですね、まあやはり、まあ横川選手であったりとか、井上選手、堀田選手、又木選手、まあ高橋礼投手とかもね、入りながら、非常にうまくね、やってくれたと思います。高橋礼投手も、非常にね、開幕から良かったですし、堀田投手もね、ずっといい調子で来ていましたし、まあそういった、ピッチャー陣がいたんでね、その二人の穴っていうところをなん
とかね、埋めれたんじゃないかなっていうふうに思うし、やはり去年ね、あれだけ補強したっていうのがありますけども、まあ先発陣もね、実際若いのが上がってきたりとか、まあ高橋で投手を取ったりとか、いろいろありました。初め取りすぎちゃうかなっていうふうに思ったんですけども、実際ね、やってる最中ですけども、見るとですね、やっぱりこんだけ取っといてよかったなというか、ピッチャーはやっぱりなんぼいてもいいなっていうところはあるんで、まあこれからね、夏本番でいろいろへばったりとかしてくると思うんですけども、非常にまあこれだけのね、先発の駒と中継ぎの駒が入れれば、ある程度、これからね、大勢投手とか中川投手も抱えてくると思うので、ある程度やっぱりね、守備力、投手力というところで、ジャイアンツ勝負していけるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、開幕前に阿部監督が、掲げてた、構想というところと、現状を振り、比べまして、どうなってるのというところをね、僕自身気になったんで、今日こういうのを動画にしてみました。まあなかなかね、先ほども言いましたように、未来を想像するのは難しいですよと。何でもそうなんですけども、特に野球でもですね、いろんな人が怪我したりとか、いろんな、不備がね、起きたりとか、いろいろありますんで、なかなか理想通りにはいかないことは、たくさんあるんですけども、その時にですね、みんなでカバーし合える、まあ、スタッフもそうですし、選手の層もそうなんですけども、やはりまあ、チームプレーというところで、空いた穴は、誰が埋めるというところ、そこも競争であると思いますんで、そういったところも、ね、新たな力が出てきたりとかっていういい面もあると思いますんで、全部が全部悲観的になる必要は僕はないのかなというふうに思ってますし、それがあるからこそ出てきた選手っていうのもいると思うので、で、これからはね、まあ本当に、やれる人がやってくれたら、活躍してくれないといけない人がしてくれたらいいと思うんですけども、全部が全部うまいことをいくことはないと思うので、そういった時に、どれだけね、力を出せるのかっていうところが、2軍にいる選手であったりとか、1軍の控えにいる選手が試されているところじゃないかなっていうふうに僕思います。はい、そんな感じで今日は終わっております。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお願いします。じゃあね、バイバイ。